新宿入ってったら社長と間違えんじゃね。ほんとこれは辛うまっていうんだね。松さんから辛うまいただきました。やばい、やっぱはい、川崎敏夫です。はい、来ました。今日ね、ちょっとぐらい前からな、話題になってる激辛焼きそば、これねで、よくよく見たら社長さんが松さんに似てるとということで、確認も含め今日この川崎蒙古タンメン中本さん来させていただきました。社長とツーショット写真を撮るっていうどこまで似てんのかっていう検証しに行こうかなと思って。下手したらだよ、俺が普通にこれ入ってったら社長と間違えんじゃねっていうぐらい。でも確かにちょっと似てない？似てるよね。焼きそばがね、今めっちゃこう流行ってて食べる動画が上がっててっていうんだけど、ちなみに、辛いものって苦手まあでもそれは二の次ですもんね。二の次ということで行ってみましょうか。こんにちは。はい、松さんご来店。いたありがとうございます。どうも、はじめまして。松と言います。白根です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はよろしくお願いします。お願いします。いろんな各場所で店主がマスさんそっくりなんですよっていうお話をすごいいただくんですよ。すごい嬉しいっすよ。いやそうなんです、ありがとうございます。名前グザイルだよ。いや一番の醍醐味、似てるか似てないか。まずそこ行ってみましょうか。じゃあどう？いや俺が恥ずかしいですよ、こんなの芸能人の。いやや、やっぱなんか雰囲気あるよね。ひげ生えしてるってとこだけじゃん。いや雰囲気あるんすよ。衣装着てたら遠くだったら分かんない。ちょっとあれ今日なんかボスはちょっと雰囲気違うけど。じゃあ改めます。はい、今日せっかくなんで、はい、北極ラーメン、はい、というものをマスさんも、はい、食べてみましょう。はい、中本だとやっぱ北極というふうにお客様からよく。僕なんか昔食べた時えらい辛かった覚えがあるんですよね。だからね、初めての人にはおすすめしません。やっぱり。ちなみに息子さんも食べられるんですか？もちろんです。あ、本当ですか？もう毎日食べます。これはすごいですよ。気合い入れて、はい、食べてください。ちょっと、はい、チャレンジということで。はい、あ、一度いただきます、お水。うわー、はい、真っ赤。お疲れ様です。ありがとうございます。真っ赤だよ。もう見るからに辛いっすな、これ。でも美味しそう、匂いがもう。食ってみないとわからないな、この辛さが。あれ、緊張いや、あのね、やっぱね、辛い匂いってあるんだね、もうね。ちょっと目がしょぼしょぼする感じ。じゃあ、はい、いただきます。いただきます。うわー、すげえなこれ。ちょっとまずスープからだ、これ。おお、マジでこれ。いただきます。マジっすか。マジっすか。あ、全然吸い出してもらって。あ、もう全然蒙古タンメンに次ぐこう常連様人気ナンバーワンメニューがやっぱ北極なんで。もう常連様ほぼほぼ北極系です。あ、そうなんですか。はい、すんげえカレーこれやっぱ。あ、でも味はうまい。ありがとうございます。ちなみにあの北極は通常が1玉なんですけど 1.5 玉入ってます。 1.5 玉、はい、あ、もう汗かいてきたよ。辛っ。あ、この辛いぜやっぱ。マスター、辛いの苦手な割には。うまいんだよ。
ほんとこれを辛うまっていうんだね。ありがとうございます。マッサンから辛うまいただきました。ありがとうございます。いいっすね。これやっぱ、ね、辛いと見せるんですね。特許は絶対すすっちゃダメなんですよ。辛っ。だんだん顔に出てきたでしょ。大丈夫ですか。お前の方が初めて見てるなんて。それがすんだよ。辛いよ。汗がめっちゃ切れた。やばい。やっぱありがとうございます。やっぱね、箸が進む理由は分かる。そしてその癖になるっていうのが、はい、やっぱちょっと分かる。嬉しい、うん、また食いたいなと思っちゃう。マスさんからまた食いたいいただきますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。生まれてきてよかったよな。いやいや、嬉しいことがね。もうありがとうございます。ぜひまた食べに来させていただきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。え、あ、こういうこと。うわ、出てきた出てきたよ。じゃあちょっとジャイアン気分になりっすね。ピーちゃん、いや、熱マジでやば。松本敏夫改め川崎敏夫、みんなで川崎を盛り上げていきましょう。